皆さんこんにちは、武田塾の武田です。今回は数学の悩みをバンバン答えていきたいなと思ってます。実際にコメントできたリアルな視聴者の方の悩みをね、文系数学得意な武田が答えていきたいと思います。一つは志望の高1です。数学 1A の先取りに優しい高校数学を使って5月で基礎問成功へ、6月から 2B の先取りに入る予定なんですが、ぶっちゃけ優しい高校数学とハジハジどちらがおすすめですか？結論、僕は優しい高校数学が好きです。これはね、本当にシンプルに好みです。で、ただまあ一個一個比べていくと、ハジハジの方がやっぱりできたのが古いっていうのもあるんで、一つ一つ解説丁寧に書いてくれてるなって思うのは優しい高校数学の方ですね。ただ分厚さにやられちゃう子もいるんで、分厚いのが苦手って人はハジハジの方がコンパクトで理解はしやすいかなと思います。ちょっと参考書、本屋さんで読み比べて自分に合う方を選んでください。数学が苦手で基礎問の問題を初見で解けません。浪人生で時間がないので、青チャートニューアクションレジェンドフォーカスゴールド系を読書するのはありですか？おすすめしません。青チャートニューアクションレジェンドフォーカスゴールドはやっぱり得意な人ですね、数学できる子向けの本なので、読書したからといって基礎問の問題が解けるようになるとは限らないと、逆にあんまり根本意味ないんじゃないかなと思ってます。なんでその基礎問レベルの問題ができないって人は、優しい高校数学か初めから始める数学、このあたりのシリーズを使ってほしいなと思ってます。あとね、武田塾から出てる逆転合格シリーズの参考書も学びエイドの動画付きでね、解説してくれてるんで、まだちょっと 1A しかないですけど、そのあたりの方もねやっていくといいんじゃないかなと思います。一番おすすめは優しい高校数学かな。そのあたりの解説を読みながら基礎問成功を一問一問進めていくのがおすすめです。高3文系の国公立志望です。基礎問を終えた段階で数学の偏差値が全等共通テスト模試で60を超えてます。次にやるべき参考書は何ですか？2択なんですけど、文系の数学重要事項完全習得編に一旦入って、そのレベルを挟む、もしくはいけるならば国公立標準問題集のキャンパスに入ってください。その国公立のレベルにもよるんですけど、ある程度上の大学目指してて、ある程度実力あってジャンプアップしても大丈夫なんだったら、いきなりキャンパスやって、でその後重要問題集とかで演習積んだり、国公立の過去も入るのがいいんじゃないかなと思います。でキャンパス挑んでみて、ちょっとこれ明らかにレベル足りてないということであれば、文系の数学重要事項完全習得編の方で肩慣らしをして、間挟んでですね、その後キャンパスに挑んでいくっていうルートがいいかなと思います。数学の問題集で考え方や方針を詳しく書いてあるものでおすすめを教えてください。どのレベルのことを言ってるのかちょっと難しいんですけど、考え方や方針ということはおそらく入試問題、入試レベルの話だと思うので、それで話させてもらうと、文系の数学実践力向上編、このあたりの参考書は解き方のポイントみたいなのでまとめてくれてて、すごく役立ってます、実際生徒にもね。であとは標準問題成功も、ちょっとこれレベル高い問題も含まれてるんですけど、プロセスみたいな感じで問題文から逆算して、これを出してこれを出して次これを出で、そしたら答えにたどり着くみたいなプロセスが書いてあるんで、そのあたりもおすすめです。上級者向けの解き方習いたいってことであれば、1対1対応の数学演習、このあたりもおすすめですね。でもその3つかな、実践力向上編、1対1、標準問題成功、このあたりをやるといいんじゃないかなと思います。それでは数学の質問ね、こんな感じで答えできました。まだまだ答えたいなと思ってるので、実際皆さん悩んでることをコメントにどんどん書いてください。一問一問答えてきますよ。それでは今回は以上です。高田先生、はい、あの夏だけ武田が今年も始まるみたいですよ。勉強習慣がめちゃくちゃ身について、勉強法もまるっと変わる、あの夏だけ武田ですね。そうなんです、今入会金無料で武田塾に1ヶ月勉強してもらいます。君も勉強時間爆増間違いなし。詳しくは概要欄から。